はい。研究で動画回してます。はい。いや、めっちゃ緊張してるんですよ。よし。今日、8月13、国際展示場で行われた、ビッグサイトで行われてたコミックマーケット102に行ってきたんですよ。102、うん、行ってきたらしいです。あ、まあ、今、もともと兄が喋ってます。僕、弟です。弟行く予定だったから、何も下調べせずに、挑んでやろうということで行ったんですよ。そしたら、電車乗ってる時の弟から LINE 来て、東雲海ちゃんの Twitter 送ってきてくれたんだよね、確かね。そう。一大ニュースだからね。で、ちょっと、待って。海ちゃん、ちょっと、これ見てる？これ、海ちゃんが参加するっていうのが分かったんで、これ見るしかないなってなって、やっとそこで、コミケで目的ができたんですよ。それまでそんなになかったんだよね。なんか、友達とコミケに行くぐらいで、ノリとしては。あれ。でさ、いざ時間になって、12時半、海ちゃんが出てくるであろう場所で、こんな距離からじゃ絶対見れないじゃん、みたいな。これ映ってる？ 多分映ってんじゃ映ってるかどうかわかんないけど、こういう距離。動画編集めんどくさいんで、こういう雑誌でするんですけど、ポンとは出てきません。出てきません。すいません。コミケの概要とかも出てきません。あと、東雲美ちゃんのツイッターとかも概要欄には貼ってません。すいません。すいません。はい。あ、東雲美ちゃんがなんか、何？反応くれたら、多分、ブラッシュアップしてると思う、その動画。この動画、もしかしたら。するかな するかな。まあ、見てくれるかも怪しいから、まあ、これは、なんだろうね、俺と弟の会話をただ動画にして、ネットにさらしてるだけなんで、あまり期待しないでください。ここまで誰も見てない。でだよ。うわ、遠い。この距離じゃさすがに、すごいいい、やっぱ洗練された体つき、ナイスバディなのわかる。だが、顔の認識がわかんねえ。なんか、勝利の女神ニケっていう作品のゲームのね、アプリの、ガチャ演出を再現した。ステージ？そこに登場してたんだよね。海ちゃんが。あ、海さんがね。今回ガチャとして出る立場だったんだね。そう。前なんか、回前動画見たときはさ、ガチャ引く立場だったじゃん。すごいな。別にコスプレイヤーでもないのにそういうのに行けるレベルだもんな。なんか、やっぱ、海ちゃんが、出るってなった時間帯はすごい人を、なんか、急に増えたなって感じした。あ、マちょっジ？と。やば。いや、もともとちょっとニケのブース人収まりきってないな感あったんだけど、それをちょっとさらに1.5倍増しにした感じだね。で、こんなん見れないじゃんって、並ぶのもなみたいな。並俺、べよ。ニケ知らんし。違うでしょ。
海知ってるだけでええやん。いや、コミケの並ぶってマジシャレになんないから、これ絶対その海ちゃんが、あ、海さんが言う30分の間にこれ多分俺間に合わねえってレベルで並んでるから、あ、それだったらちょっと眺めれる方を取るなみたいな、ね、一瞬でも眺めれない方が悔しいなみたいな。それな、それはそう。で見たんですよね、あ、もう行ったなってなって、この距離だしで、その会場から離れ、あのニケブースから離れたんですよ。で13時半ぐらい、2度目のさ、なんかツイッターで告知してた2度目の登場の時間、うん、13時半だったっけな確かぐらいにの25分とか20分ぐらいの時に、13時20分とか25分ぐらいの時にニケブースの近く寄ったんだよね、うん、たまそしたらさ、なんかスタッフらしき人とコスプレイヤーさんたちがいっぱい、なんかそのニケブースの扉から出てきて、おろってこの衣装は、衣装で認識したん、まず超近い距離にいて、海ちゃんが本物やってなって、いやだけどなんか普段見てる 海さんがあのメガネ姿だからさ、え、これ本物かな、わかんねえなみたいな、うん、ちょっと綺麗すぎるなって。いや、そのね、キャラに寄せたメイクもしてるしね。うん、そう、美人すぎて、いや普段美人じゃないって言ってるわけじゃなくて、普段とは違う美人ってことね。いや、そうメイクしてるから、はいはいはい。いやだけどこのルックスで、いや、そこにいるのはあれだからね、海さんじゃないからね、うん、キャラクターとしているから抜群のそのボディライン、いやこれ海さんでしかないなみたいな体で描く。いやだけどあの脳がそこを追っつかなすぎて、え、これほん、え、なんて表現したらいいんだろうみたいな。いやなんか本当に神々しいものを見たら人間黙り込むんだろう。でスタッフがなんかこれ関係者だけの撮影なんで皆さんちょっとあの散ってくださいみたいな、まあそんな言い方はしてないんだけど、もう人集まりすぎちゃって、その時は全然俺ぐらいしかいなかったね、俺と友達ぐらいしかいなかったのに、もうすぐバーって人出てきちゃって、そのコスプレイヤーさん同士で撮影してたのね、スタッフがなんか私は見て記念撮影なのかな、宣伝用の。それをさ一瞬でも眺めれたかさ、眺めれたからすごかったな。いやだけど一つ大きく思ったのは、あれこんなに身長低いんだみたいな、なんか公式で162って言ってるから、あのちょっと低いぐらいだもんね。そう、俺165だから、あの人権ない身長だから別の人のネタ持ってくんだって、うん、いやだけど俺から見てもなんかあれこんなんかすごいなんかなんだろうね、自分を持った自己をちゃんと確立した強い女性だなって印象が強すぎてて、なんかしっかりしてんなみたいな。でその小ささに、なんだろうね、
愛らしさっていうか、あの擁護したいみたいな、なんか守りたい欲求みたいな、小動物としての可愛さっていうの。あんなすごい魅惑なボディしてるのに、なんか可愛らしさもあって、え、どんな可能性秘めてんだこの人みたいな。凄さを再認識した。あ、素晴らしかった。いいな、今分かんない、いいな、今日俺頑張って仕事だったな、忙しかったな。今日毎日もう何時間も寿司握って忙しかったな、疲れたな。いやーすげえわ、ずるずる。まあ申し遅れましたけど、我々兄弟で東雲海さんのことを推しております。海さん、前回の動画では僕のことを見てくれて認識したかもしれないですけど、隣にいるのは兄貴の方で、兄貴ももちろん好きです、推してます、兄弟揃って。いや俺は別に。は？急にあんなに語っといて。いや今回兄ちゃんがその海ちゃんのこと見れたっていう事実があるってことは、そのあ、ちゃんと近くの存在にはいるんだなっていう認識はある。確かに、うん、だっていまだに信じられないよね、でも本当に、うん、いやいまだに会った人ですらいまだに信じられないって言って、バーチャルなんか AI かなみたいな、 AI グラドルかなみたいな。いやだってさすがにこの顔で、このなんだろう可愛さで、あの体型ってやばないかみたいな。いやそれに加えて趣味までもすごく近い。俺たちおじさんに特化したおじさんキラーの趣味を持ってらっしゃるんですよ。なんか俺の友達もともと知らなかったんだけど、その篠宮由美さんのことね、うん、あのおこがましくも、おこがましくもそんな人いるんですかみたいな。チャンネル登録者数結構多いよみたいな。けど美人でそのすごいスタイルでガンプラを作っている美少女プラモデラーがいるっていうことだけは知ってた。あ、その人がこの人なんだみたいな。二次元特化の人だから俺の友達、その人ですら知ってた。そう、すごいよ、頭の中で想像したことがあるようなね、子が実際現実世界にいるっていうね、僕は驚きです、ほんまに。でもまだ自分の目で見てないんでね、まだ僕は嘘だと思ってますよ。これは兄貴のタレと思う、ね、妄言ですよ、妄言。いや確かに、いやコミケさ11時オープンなの、その普通の人たち一般入場みたいな、うん、てか俺8時半、あ、8時より前からいんの、会場に、会場っていうか現地に。なのに、入れたのが11時以降なの。いや、まぁ11時からオープンするでしょ。いや、そうなんだけど。ああ、他の人もいっぱいいてね。マジで、あの、地ならし始まってんじゃないかなって。オタクたちの。いや、生きて、マジ行きたかったの俺も。いや、コミケとかね、もう一回ツイッター見ておもろおもろって、うん、思って、今回もおもろって思ってるけど、海ちゃんが参加するってなったらもう行きたいなって思っちゃって、ツルルって。俺の友達が女神の勝利の女神ニケっていうゲームをやってる人で、インストールしててプレイしてる人なんだけど、うん、なんか今回のその海ちゃんのキャラクターは結構なんだろう、人気どこの今回ピックアップされてる水着キャラらしいんだよね。へえ、やろっかな俺もそれ、海ちゃんやってんなら。海ちゃん当てようかな。いや
なんかね、だから看板となるようなキャラクターを任せられてるのさすがだなみたいな。いや、すごい、あとさ、その、なんだろう、役者っていうかさ、役者じゃないんだけどさ、コスプレってことはさ、しかも誰かに見られる、個人的じゃなくて誰かに見られるってことはさ、常にそのキャラクターとしてさ、その、振る舞ってるっていう感じだったんでしょ、きっと。え、どうなんだろう、俺そのキャラ知らないし。だって、いや、そのさ、そこは知らん、俺は。その姿して、その姿をしてさ、あの、満足するコスプレイヤーもいるじゃん。でも、振る舞いとかも、その、求められたらしますよ、みたいな。でも、普通にしてるときは、自分の素の自分でやってますよ、だけどさ、今回なんだろう、ちゃんとした会場で、ちゃんとお客さんに見られるっていう立場だからさ、多分、ほとんどその、なんだろう、素の自分の時間がなかったんじゃないかっていう考察してるわけ、俺の中ではね。ああ、仕事みたいな。そうそうそう、それを突き通せるっていうのもすげえ本当にみんなコスプレイヤーさん全員含めてすごいっす。それをコスプレイヤーでもないっていうか、人がなんだろう、ただ好きだからっていう理由でできちゃうっていうのがやっぱなんだろう、海さんらしさあるかなっていうね。知らないけどね、海さんのことほとんど知らないですけど、好きなものはね、熱心でやる方なんでね、すげえなーって感じ。リスペクトっすわ人としてもリスペクトっすわ。いや、つる。暑かった？そっち。いや、やばいやばい、日焼けとかしちゃってね、死ぬかと思った。死んでたね。いや、海ちゃんも正直汗だくすぎて海さんの近く行きたくなかったもん、ね、こんな汚れた状態で、そう、汚れたオタだったからみんなそうだってあのおむつの鬼タでオタだったからさ、完全に。で、なんか、コスプレイヤーさんやっぱコミケだからいっぱいいたんだけど、なんか頑張って、いろいろ頑張って、キャラに近づけてんな、みたいな。うん。なんか可愛くしてんな、綺麗にしてんな、かっこよくしてんな、みたいな。だけど、海さんは、なんか、やっぱ別格なんだよね。いや、芸能人の、いや、芸能人だからとかじゃないな、あれは。素材を生かしたそのままの状態で、絶対もともと海さんのことが好きだからっていうバフかかってるよあ、やっぱりそういうそれフィルターかかってますかかってる、さすがに、うん、それはあるかも、うん、多分あれだと思う。他の人たちもその人が好きだった人からしたらそういう風に見えてますよ。逆に海さんもそういう風になんだろう、見られててもおかしくない、海さんのこと知らない人からしたら。いや、海さんのこと知らない人があの状態で見たら、まあなんか、まあすげえなってなるだろうし、で、実際なんだろう、YouTube 動画とか見たら、え？まんまやんみたいな。まんまやん。うん。いや、なんかメイクとか撮ったらさ、誰これみたいな。うん。なったりする場合あるやん。それが起きないみたいな。でもね、素でマジでね、いやだけどそれでもいろんな顔を持ち合わせてるみたいな。それこの前もあのなんだっけ、あの雑誌でまたギャルっぽいメイクして表紙飾ってたんだけど、本当にギャル姿もね、海さんらしさも残しつつギャルっぽさもあってすごいと思う。どんなメイクも合うっていう時点でね、素材がね良すぎんだよ誰だよ見つけ出したのいやー、あー羨ましい羨ましいさ。他の兄貴も含めて他のね、海さんのことを拝められてるね人たち羨ましいっすわ。そもそも俺なんてマジ同じ大地にいないからねまあそっからもう壁がありますから。
海越えてますから 海さんだけに しょうもな疲れたなぁ。もうなんか話すことないかな。感傷に浸ぜっひていこね、ニケってゲーム面白いんでね。やったことない いや、これを機にちょっと俺インストールするかな。ああ。いや、なんだろう。ちょうど落ち着いた頃だし、FF 終わって、マーベルのドラマも一シリーズ見終わって、今次何しようかなと思ってたぐらいだから。まあでも、あんま俺スマホゲーとかハマるタイプ人じゃないから、もしかしたらすぐ飽きちゃうかもしれない。海ちゃんのそのコスプレしたキャラ当たったら飽きちゃうかもしれないけど、それでも、ね、やってみることにはね。でもやっぱ海ちゃんだなってなるんだろうな、きっと。そのゲームやっても。やっぱり、いや、そこはね、本物が欲しいってなるっしょ。欲しい。くそーってなると悔しいんだよ。シンプルに。いやまあこの動画もしかして見られてるかもしれないし。ちょっと無駄に長くなりすぎてもね。そうだね。いや、今まで、ちょっとここまでもし見てるのであれば、2倍速だろうから、そんなに時間になってないかなと思うんだけど、何分？わかんない。この撮影の仕方何分かわかんねえんだ。俺やら、べえ。ちょっと時間取らせて申し訳ね 忙しいのにな。え。こんなクソ動画な。いや、とか自己肯定感低いこと言ったら嫌われるから。いや、だけど、なんだろう。いや、海さんって、なんか、姉御肌的な、なんか、あれじゃない？どうなんだろうね。自己肯定感高すぎる人もどうなんだろまあね。まあ、いい塩梅っていうのはありますからね。ね、確かに。でも、海さんがそれで幸せなら、OK ですなんですけど。そうです。OK なんですけど、でも、ちょっと、時にはね、やっぱ、あると思いますやっぱ。危ない い時や、が。まあね。人なんで、危ない時がある。その時はね、このチャンネルにね、いや、そうで DM。す。このチャンネルを見て、兄がくそくだらないこと言ってるんで、あ、こんなくそくだらないやつもいるんだな、じゃあ大丈夫だってなると思うんで。趣味に関しては多分僕の方がね、似合ってるんで、趣味の話したかった僕の方に連絡ください。DM は僕の方にください。兄弟で取り合ってる。なんだこいつら。本当すいません。こんな兄弟で。でも応援してます。ほんま今日もコミケお疲れ様でした。はい。この動画も終わりますか。ありがとうございましありた。がとうございました。次回、来年のコミケで会いましょう。以上、与党チャンネルの これ、動画何？ 兄貴のコミケ酔いの感想を聞く弟の動画でした。はい、じゃあね、バーイ。